幼虫は、昆虫、クモ類、タッシ類など、陸生節足動物の妖精の総称である。卵から生まれて成虫になるまでの間の成長過程のものを指す。昆虫においては、特に完全変態のものに限って、幼虫と言い,い、不完全変態の妖精を、若虫といって区別することがある。その中でも、ハネ目では、初期の羽元気が外部から認められないものを、 幼虫、後期の羽元気が外部から現れたものを若虫と区別し、そ羽目では、さらにはム虫の前に羽元気を生じるが、その段階を前はム虫と呼ぶ。一般的な幼虫と成虫の違いは、大きさが小さいこと、羽がないかまたはごく小さいこと、生殖器が未発達であること、脱皮して大きくなることである。形や性質は、 成虫とほぼ同じものから、全く異なるものまで様々である。幼虫と成虫がほとんど同じ姿のものは小虫など、原始的な昆虫では普通で、バッタなども、幼虫と成虫がかなり似た姿と生活をしている。しかし、はっきりと異なる、姿のものも多く、完全変態をするものは大抵大きく異なる。不完全変態のものであっても、トンボのように幼虫が、 水生の例やセミのように、地中生活の例など、はっきりと異なった姿と生活を持つ例が少なくない。昆虫において、このように親と子が異なった生活をすることは、親子間での競争を避ける意味があるものとも言われている。幼虫は脱皮しながら、大きくなるが、成虫までの脱皮回数は種によって決まっている。幼虫の成長段階は、 脱皮回数によって表し、孵化直後の幼虫を一例、幼虫、一回目の脱皮後の幼虫を二例幼虫などと言う。ただし成虫、あるいはサナギになる、直前の幼虫は、終霊幼虫とも言う。また、成虫になる時の脱皮を特にうかという。昆虫は一般に幼虫と成虫で形を変える。これを変態と言う。び虫目など、原始的な昆虫では、 幼虫も成虫も羽を持たず、幼虫と成虫とはほとんど姿が変わらない。これを無変態や微変態という。それ以外の昆虫では、幼虫は羽を持たないものの、成虫になると羽が現れる。この時、幼虫の体の表面に羽の芽が出ているものと、羽の芽が体内にあって外から見えないものがある。前者では、例えばバッタのように、 幼虫の胸部背面に小さな羽の形があり、成虫への脱皮の際に羽が大きく伸びる。また、このような昆虫では、幼虫は、成虫の構造と比較的よく似ていることが多い。このような昆虫の変態を不完全変態という。後者では、多くの場合、幼虫と成虫は、型が大きく異なる。例えば蝶のように、幼虫の背中には全く羽の形は見えない。 実際には体内に羽の目があるが、それが外に出るのは、成虫になる、脱皮のもう一つ前で、この時、成虫の体を小さくまとめたような形になり、しばらくは餌も取らず、ほとんど動かないで、一定時間を過ごす。この時期のことをサナギと言い、このような昆虫の変態を完全変態という。トンボ木ヤンマカルイボシヤンマ族のヤゴ、不完全変態の昆虫では、 幼虫は、成虫とほぼ同じ構造を持つ。従って、例えばバッタのように、幼虫と成虫とが、同じ生活をするものもある。しかし、不完全変態の昆虫のすべてで幼虫が成虫と、同じ生活をするわけではなく、セミのように成虫は、地上、幼虫は、地中で生活する、ものトンボや、カゲロウのように成虫は、陸生、幼虫は、 水中生活というものものある幼虫が成虫とは異なる生活をする昆虫の幼虫は成虫とは全く異なった生活をするために、例えばセミの幼虫の前足が強い釜状になっていたり、トンボやカゲロウの幼虫が水中で呼吸するための仕組みを備えていたりと幼虫が成虫にはない構造を持っているものもある。 不完全変態の昆虫における幼虫では、胸部背面に小さな羽の芽がある。この羽の芽は、幼虫の間は、わずかずつ、大きくなるだけで、成虫になる。脱皮の時に急に大きくなる。例外はゲロウ目のもので、水中生活の幼虫は浮かして空を飛ぶ姿になるが、もう一度脱皮して、真の成虫になる。この、真の成虫になる前の姿をは成虫という、 ミカン科の葉を食草とするアゲハチョウの幼虫完全変態の昆虫では幼虫は成虫の姿になるのがサナギの段階でありこの段階で体内の大改造を行うため幼虫はいわば成虫の形にこだわらない姿をしている例えば蝶の幼虫であるイモムシなどは接触に特化しそれ以外の能力は最低限に削り落としたとも言える あるいは、多くの昆虫では、細長く大きな腹部を幼虫が持っているので、この形態を、昆虫の祖先の形質に近いものとみなす判断もある。また、その腹部を支えるために、腹部やその末端に、足のようなものを持つものも多い。成虫にある、胸部の三体の付属子は幼虫にもある場合が多いが、ハエのウジや蜂の幼虫のように、それをも退化させているものもある。 幼虫の運動性が低い種では、成虫が産卵を幼虫の生活する場へ行うなど、一定程度、幼虫の保護に関与する行動をとるものが多い。特殊なものとしては、幼虫の間にその姿を何度か大きく変えるものがある。例えば土半苗は、花鉢の巣に寄生する。蜂の巣にたどり着くのは一例幼虫で。 蜂の背に乗って餌にたどり着くためにしっかりした足を持っているが、たどり着いた後は足を失って芋虫状になる。このように、幼虫の中でも段階によって大きく、姿を変えるものを可変体ということがある。ベルレーゼ説における幼虫の分類ベルレーゼ説とは、昆虫の多様な幼虫の型を統一的に説明した説で、アントニオ・ベルレーゼによる。この説は、 実際の幼虫の型をよく説明し、可変体昆虫が2つ以上の型を経過することをうまく説明する。昆虫の肺は、付属子の元気がなく気管系も、未完成な腹式、ほとんどの分節に付属子が確認できる、多式、腹足が、お角以外退化し、胸足の実が残る、衝式の3期に区別される。次のようなものは、 成虫とは別にその名で呼ばれるものである。ありがとうございます。